それではですね、これから光パケット光パス統合リングネットワークシステムの、説明をさせていただきます。こちらにありますのが今回、展示させていただいております、世界初の光パケットと光パスを一つのノードで交換可能な、システムになっています。左側の方が光パスの送受信装置と切り替え装置、それと右側の方が、今回一から開発したものになるんですけれども、光パケット、つまりパケットをですね、ノードで電気に変えないで光信号のまま交換することができる、装置になっております。でこの2つを1つのノードで実装したということで、世界初の機械になります。でこれの2つが、実装されますと、多少、お値段は高くても帯域を保証した、遅延のないサービスというものが欲しいというお客様のために、光パスを提供する機能と、あと逆にですね、やはり多少品質が落ちても安く通信をしたいというパケットを希望されるお客様の要求等ですね、これ1台で装置を入れ替えることなくですね、一度にサービスができるというところが、これまでにない大きな特徴になっています。先ほど申し上げましたが、光で交換しておりますので、電気で終端してからですね、交換するノードのシステムに比べますと、かなり消費電力も下がるということがもう2つ目の特徴になっています。で実際に今こちらの方で 4K のですね、冷やし区の画像を伝送しています。小金井にあります送信装置から JJNX のネットワークを介しまして、こちらまで信号を持ってきて、こちらで今リアルタイムで伝送させて、画像を表示させていただいております。であちらの方にちょっと映像が出てるんですが、実際に光のパケットが流れておりまして、通常ですとこういった光のパケットで、光のパケットといいますか、4K のストリーミング等は、回線パスの方で伝送させることはできますが、パケットでの伝送は難しいんですが、今回の我々の光パケットですとデータレート100ギガまで対応できますので、 4K のデータに関しましてもほとんどノイズがなくですね、きれいに伝送するということができるということがこちらでご覧いただくことができます。上から順番に説明させていただきます。まず一番、上から2番目こちらになりますが、こちらが外のクライアント信号ですね、お客さんの方から来た信号、10ギガのイーサの信号を100ギガの光パケットに変換する部分になります。で次にこの下にありますのが、その100ギガに変換された光信号がリングネットワークへ、こちらから送信をいたします。で逆に上の方が外から送られてきた100ギガの光パケットを受信する装置になります。で次の下のこの2段ですが、この2段というのが、光のパケット、つまり途中で切れた信号が飛んできても歪みなく伝送ができる、新しく開発した光の、増幅器アンプになります。でその下この2つなんですが、こちらが、いわゆる光で飛んできた 光パケットをですね、ヘッダー情報とデータ部に分けまして、ヘッダー情報を解析する部分になっております。で一番下が光のパケットをですね、パケットごとに切り替えができる半導体の新しく開発した光スイッチということになります。